はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、いつものやつの第3弾です。はい、いやー、今日で終われるかな、終わらせたい、なんとかなるでしょう。では早速いきます。またちっこいのがあるな。なんやこれ。もうサクサクいきましょう。はい、これはこれはなんだ、プリキュア、プリキュアだな。スタートインクル、プリキュア。あ、でも、1000円もするよ。はい。はい。また結構いろいろ入ってるのが出ましたね。はい。出ました。これ、リオレウスだね。あれだ。ゲーム予約した時に特典でもらえるヘッドのやつだね。持ってたもん。その時持ってたのもリオレウスだった気がするな。でもこれすっげえよくできてるよな。でけえし迫力満点リオレウス、よくできてんだよな。いや、すげえ。はい、はい、なんじゃこれ、なんこれ、スマホを置けるんだ。なんかこういう感じだ。折りたたみ椅子、つまりはこういうことですよね。出た。ゴジラだ。あー、これは同じやつかな。はい、完成しました。いや、なんか同じやつかと思ったら若干違うね。口がこういう風に開いてるんですよ、で、なんか別のこういう普通に口を開いた状態のパーツもありますね。全何種なんだこれは。はい、なんだこれ。あ、モーリランか。コナンからモーリランですね。はい、はい、癖が強えな。これは多分ね、仮面ライダーの怪人じゃねえか。なんか見たことあるんだよな。はい、仮面ライダーの多分怪人だよな。補助パーツがベタつくんだけどね。かなり前のやつだろうな。あ、これもあれだ。仮面ライダーのなんかだね、変身ベルトにつけるなんか。これまたゴジラじゃねえ。はい、できました。これでいいのか。これでワンセットなの。これは何なの。尻尾だけしか出てねえ。何種類あんだこれ。はい、ダン。またいっぱい入ってんな。
と思えば仮面ライダー、これなんだ、ライオントラチーター、なんかわからない。はい、銀玉、銀玉みくじ。はい、点数777点。今日の総合運全部いい。激ラッキーな一日、恥ずかしがらずに自分をさらけ出せば刺激的な仲間に会えるよか。トッシー。はい。はい、それつながりでしょうね。はい、金玉、高杉晋介。金玉つながり。キュンキャラかな。でもなかなかよくできてる。はい、あと銀さん、銀さんがあの先生みたいなやつになってるやつだね。多分同じキュンキャラなのかもしれないけど、台座がないんだよね。台座が見当たらないんで、うん、取り出して組み立てようと思ったけどちょっと無理ですね。足に穴が開いてるから確実にあるんだよな。ないんだよね。はい、またあの銀玉から今度新八ですね。これは銀玉袋だね、これね、銀玉袋だね。はい、ブラブラマスコット、ブラブラマスコット、これは何が入っているかわかんないのか。ランダムか。あ、でも開けた跡があるので、ちょっと開けてみましょう。はい、いきます。そのまんまかい。普通にロボニャンでしたね。プラプラロボニャン、あ、もうロボニャンが入ってるって書いてあるわ。はい、ロボニャン。はい、何やこれ、ん、戦車、なんだこれ、世界の戦車、めっちゃリアル、めっちゃリアルに作られてるミニチュアの戦車。はい、裏書きはこういう説明書きになってますね。うん、なんかでけえのがある。ちょっとこれ出してみよう。こいつの手だ。前回意味わかんなかった、なんか変な手があったよね。ほら、前回出たやつ、これの手だ。やっと合体。中で外れただけか。でも何の怪獣かわからないな。しかもこれこの色なのか、もっと透明なのかな。それが基板でこの色なのか、最初からこの色なのか、よくわかんない。つか結構怪獣系多いな。はい、あ、これはドラゴンボールキャラプチじゃない。はい、これ全10種かな。これ何が入ってるの。俺的には悟空がいいね。せーの、あ、
ベジータだ、ベジータ、うん、これは似てねえ似てねえし、これまたドラゴンボールのとこなんか変なタレみたいなのが出ちゃってる。これあかんな。でっけえ袋にミニオンがこんだけ何これ。しかも台座とかも何もついてない。こっからなんかばらけたんかな、口開いてるから。うわ、ちょっと待って、板はばらけてるわ。なんかいっぱいぐちゃぐちゃばらげてる。ちょっと待ってくれ。何やこれ、牛車じゃない。何やこれ、全然わからへん。台座あったけど、あー出た、前回の繰り返しや。ゼニガメだ、ゼニガメとよくわからない味か。またさっきと同じ会心やん。これはい、あ出た、またシンデレアンサンブルスターズ。次は何でしょう。誰でしょう。これは二頭ナズナ。合ってんのかわかんない。これは黒子のバスケか。相性、これはもう決まってる。あ、もう入ってんの、今吉祥一ですね。規制がないな。規制があったら規制がいいんですけどね。なぜかっつったらね、規制と同じ誕生日なんですよ。全部あるんちゃうかな。あと右手と右足だけだ。右手と右足でゴムラ完成する。じゃん。これ何これ。ん？お願いマイメロディクルミ&メイドカフェ編。なんだこれ。600円。これはこういうやつ、めっちゃあれ、うん。
際にある場所ですね。なんか地図がある。2006年で古っ。はい、ちゃん。これはキュンキャラ。一番くじのこう B 賞と B 賞。B 賞。B 賞だけど、タイガー&バニーなんだよな。タイガー&バニーってあんま価値が。折り紙サイクロン。いやタイガー&バニーはね、ちょろっと見ましたけどね、うん、企業とコラボしてるんですよね、はい、はい、またやっべえのいっぱい入ってるのが来た。ちょっと待ってくれ。まずね、これはもう完璧に進撃の巨人ですね、はい、こんな何よこれ、ランドセルしょってるしね。でなぜか銀玉なぜか銀玉も入って、日暮れ茜、日暮れ茜、すごい大層な、なんか台座がついてますね。これにしよう。はい、これはガンダム00だ。チビボイス、ボイス付きフィギュア。ティエリア・アーレ。ボイス付き。オフ。その多分ボイスが流れる台座が入ってね。箱がないだけか。これは何が入ってんだ。はい、いきます。ん、これまた戦車。じゃ今度は説明書がついてます。これ多分未開封だね。なんか食玩が入ってるけど食っちゃいけないやつだね、これね。賞味期限か。チョコレート菓子、賞味期限が2003年の2月です。これもうやばいだろ。なんだこれ。なんだこれは。
大仏みたいな話。うわちょっとこの集合体恐怖症やだな。ヘドリアン女王、なんだこれ。ああちょっと待って、またいっぱい出てきた。あ散らばってる、散らばってるわ。ちゃんと封してくれよな。人吉善吉、知らないな。はい、皆さん、以上で終わりではないんですまだね、まだあるんですよ。はい、まだあるんで、すいません、第4弾までいきます。はい、多分ね次で終わると思います。はい、ちょっと動画的の尺度でね、ちょっと今回もこれで終わりたいと思います。はい、今日の、成果をねこうまたお見せします。はい、はい、今日の成果です。いやこれは昨日より多いな。うん、わけわかんないこれもあったしな。パイプ椅子で箱物もねちらほらありましたね。いやーこれはすげえな。これどうなんだ、3000円で、まあ、この量、まあ、まだあるしどうなんだろうね。まあゴミっちゃゴミっていう人もいるだろうけど、はい、という感じで、今日はこれで終わりたいと思います。次回もまた続きやりますんでね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。